ルスラン・カリモビチ・ニグマトゥーリンは、ロシア・タタールスタン共和国、火山出身の元サッカー選手。ポジションは GK。現在はロシア各都市のクラブやイベントで DJ をしている。1974年、タタールスタン共和国の首都火山で生まれ、13歳の時にサッカーを始めた。エレクトロンのユースに在籍をし、イリラール・ギバトゥーリンの指導を受けた。 ルスランが住んでいた地域では、スパルタク・モスクワが人気で、ルスラン自身もファンであった。少年期のアイドルは、GK のリナとダサーエフでゴールキーパーになることを決めた。1992年、一部に所属していたカマーズと契約し、プロとしてのキャリアをスタートさせた。カマーズ在籍時に、オリンピックのロシア代表に選ばれ、その時に、競合のスパルタク・モスクワの関心を引いた。 1995年 FC スパルタクモスクワへ3年契約で移籍をした。この時、オリンピックロシア代表で友人となったドミートリー・クラマレンコが所属する FC ディナモモスクワからオファーがあったが、もともとスパルタクに入ることが夢であったために断った。競合スパルタクでは心理的な問題でボンミスを繰り返し、プレーに制裁を欠いた。 リザーブチームとトップチームを行き来している間に、スパルタクに加入をした GK のアレクサンドル・フィリモノフは、着々とレギュラーをつかんだ。その後、夢であったクラブでは、レギュラー争いに敗れ、1998年、FC ロコモティフ・モスクワからのオファーを受け入れ移籍をした。スパルタクでの不調から一転して、ロコモティフでは移籍後すぐにレギュラーをつかんだ。 その年のロシアリーグベストプレーヤー33の GK 部門ではフィリモノフに次ぐ2位に選ばれた。2000年と2001年にはロシアカップ優勝に貢献。リーグ戦では優勝はしなかったもののリーグ最小失点を記録した。2001年、これらの活躍が認められてスポルトエクスプレス市のロシア年間最優秀サッカー選手賞に輝いた。 GK として初の開挙であり、クラブ代表での活躍により、海外クラブから注目を集めた。2002年、自身の絶頂期に海外挑戦することを選択。イタリアセリエ A に所属していたエラス・ベローナへ4年半の契約で移籍をした。2月17日、第23節のインテル戦で、ベローナ GK のフェロンが前半20分で負傷退場したために、 出番が回り、念願のセリエ A デビューをしたが、3失点を許し3から0で敗れた。当時のベローナ監督のマレザーニには、満足したし、驚いた部分もあったと評されたが、次節以降は、フェロンが復帰したため出場機会には恵まれなかった。最終節で、エラスベローナは、セリエ B に降格、PFC チェスカモスクワへレンタル移籍をした。シーズン途中での加入であったが、 クスカでは安定した成績を残した。2003年にはイタリアの SS ラツィオの幹部に移籍を約束されたが、叶うことはなく、移籍期間終了の2日前にサレルニターナカルチョ1919 19への移籍を決め半年間在籍をした。退団後はフルスのロコモティフモスクワと契約をしたが、出場したのは1試合のみであった。2005年、 ロシアプレミアリーグに昇格を果たした FC デレク、グロズヌンに移籍をし、レギュラーとしてプレーをした。しかしクラブは2部リーグのファーストディビジョンへ降格をした。2005年、現役から退くことを発表。引退後は、スポーツジャーナリストやビジネスを制御としたが、このうちのスポーツジャーナリストの仕事は本人にとって苦痛であった。2008年、現役復帰を発表。 同世代がまだ現役の選手としてプレーしていたことも、復帰の一つの理由であった。ファーストディビジョンに所属していた FC スカ、ロストフナ、ドヌエ移籍をした。シーズン終了後には FC アンジマ8からと契約を、した。2009年3月20日、ロコモティフマイナス2へ半年間の契約で移籍をした。セカンドディビジョンへの移籍であったが、 本人は再びロコモティフ・モスクワでプレーしたかったと語った。2009年7月9日、双方の合意により契約を解除した。その後、イスラエルのマッカビア・ヒナザレ FC へ移籍。当初は慣れない。環境をゆえに順応できずにいたが徐々に適応していった。2009年11月11日、現役引退を表明。引退後は DJ に転身をした。 サッカーを始める前は音楽教室に通いミュージシャンになることに憧れを持っていたがサッカーへの情熱が上回り諦めていた。1994年から1995までオリンピックのロシア代表に選ばれ5試合に出場をした。2000年4月26日アメリカ代表との親善試合で A 代表デビューを果たした。2002FIFA ワールドカップでは 1> 第一次議会として招集され、計算試合に出場をしたが、グループステージで敗退をした。その後はクラブでの不調により、2002年8月21日に行われたスウェーデン代表との試合を最後に代表に招集されなくなった。代表では2000年から2002年までの間に24試合に出場をした。ありがとうございます。